はい。ダイワピュアラブです。朝倉三来さんの側近の拓馬さんは、愛知や浜松の暴走族を飼っていたつわものということをお伝えしたいと思います。拓馬さんは現在、 朝倉みくるさんのメンバーとしてカメラマンなどで活躍されています。こちらがたくまさんになります。朝倉みくるさんのメンバーとして欠かせない存在に なっています。最近は、うりたじゅんしさんの歌にも参加していて、素晴らしいラップや歌を披露していました。こちらが、あさくらみくるさんがよく 話されている、たくまさんの背中一面の入れ墨になります。たくまさんと朝倉三来さんの出会いは、豊橋のクラブで暴れている背中一面に入れ墨を入れたやばい男がいる。 ということで、朝倉くるさんグループが駆けつけたところ、そこにいたのが若き日のたくまさんでした。こちらがイケイケ時代のたくまさんになります。そこでたくまさんは、 朝倉みくるさんに対慢を申し込みます。当時の豊橋では朝倉みくるさんの強さは知れ渡っていて喧嘩を売ってくるような人は皆無でした。朝倉みくるさんとね、えー、もう一人のメンバーの 吉田くんは、二、えー、人対五十人というね、えー、漫画のような喧嘩もされていました。今でもね、この二対五十の喧嘩っていうのがね、えー、豊橋では伝説となっているそうです。朝倉みくるさんは、たくまに、俺の名前知らないの と聞きますが、くまさんが、知らねえよ、と言い、怠慢になります。なんと、ここで、朝倉みくるさんとくまさんの喧嘩は、引き分けに終わります。その喧嘩がきっかけで、くまさんと仲良くなり、 朝倉三来るグループの一員となったのでした。拓馬さんは愛知県や浜松の暴走族を飼っていて、暴走族狩りの異名を持っていたそうです。柔道歴が13年で、ボクシングも 半年やられていて、柔道三段という相当の猛者だったそうです。えー、浅倉美来さんも、拓馬さんの強さは認めています。ご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録や、 高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。